ずは佐藤選手、ご自身にとってこの満員の甲子園というのは初めてだと思います。どうですか？最高です。今日はホームラン、第1打席の初球、まさに1に食べるというような思いのお助けだと思うんですけど、この打席はどんな風に入ってきたんですか？もう初球から強い当たりを打つつもりで集中してバッターボックスに立っていました。その中で打球がレフトスタンドに飛び込んでいた時、どんな気持ちでしたか？ギリギリだったんですけど、入ってくれてホッとしました。甲子園でのホームランは昨年の6月20日以来ということで、久々のレース一周でした。どうでしたか？今シーズン打ってなかったんで、1本目っていう意味でもすごいホッとしました。今年は開幕からなかなか勝てない中で、4番としての責任を感じていた部分もあったかと思います。今日という一日は佐藤選手にとってどんな一日になりましたか？なかなか勝てない日々が続いた中で、今日きっかけに明日からもっと勝っていって巻き返したいと思います。そんな中で西投手の118球、ライトスタンドからどうご覧になってましたか？いや、もうすごい頼もしいピッチングで、安心して守っていました。ご自身のグローブで取ってあと1人という拍手が起こりましたけども、どうでしたか？いや、もう正面に来てくれてよかったなって感じです。はい、ありがとうございます。それでは西投手にもお話を伺っていきましょう。9連敗で迎えたこの本拠地のマウンド、どんな思いでまずマウンドに上がったでしょうか？僕はね、遠征行ってないんで連敗とかあまり気にしなく普通通りにマウンド上がりました。はい、いきなり3点の援護がありました。佐藤選手のホームランはどうご覧になってましたか？まあ、そうですね、本当に4番として一発大事なところで打ってもらって、まあ、その次の回で、ね、僕が失点を、ね、しないようにっていうことだけを考えてマウンドに上がりました。8回を終えたところで109球、交代というのもあったと思いますが、9回のマウンドにも上りました。あの時はどんな思いがあったでしょうか？途中からこうリズムも良くなってきて、自分のテンポで投げることができたので、まあ、ワンチャンでこういけるかもっていう気持ちを持ちながら前に上がってましたし、中継ぎもね、こう苦しい展開でずっと行って、なかなかこうチームに流れっていうのをこう背負ってる感じだったので、なんとか自分が長いイニングを掘って楽な、ね、こう系統っていうか、そういうのを持っていきたかったっていう一心で投げた結果が完璧だったので、本当に良かったなと思ってます。はい、完封勝利は2020年9月17日以来ということになりました。この入場制限が解けた甲子園の後押しというのもあったんでしょうか？そうですね、本当に久しぶりにこういうたくさんの方々に来てもらって、本当に後押しというか、自分のいつも出ないようなパワーが出たので、毎日来てください。お願いします。それでは今週最後に次回の登板に向けて一言お願いします。そうですね、本当に、厳しい戦いがね、本当に最初が続いてますんで、自分のピッチングを心がけるっていうのも大事なんですけど、チームみんなで、ね、笑顔で矢野さんをね、もらっていただけるような試合展開にしていきたいなと思ってます。応援よろしくお願いします。続いていきます。メッセージお願いします。今日きっかけにして、巻き返していきたいと思います。応援よろしくお願いします。
前お願いいたします。これから本日のヒーロー佐藤輝明選手、西勇輝投手がリリーフ側に乗って内容を一周しますが、お席から離れることのないようお願いいたします。またみんなで六甲おろしを応援しますが、声を張り上げての合唱はお控えいただき、手拍子や応援パークなどを使ってお楽しみください。なお、お帰りの際は密集。